はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、都市計画法の基本的な、考え方についてお伝えしたいと思います。都市計画法、苦手な方すごくたくさんいるんですね。で、これなぜかというと、イメージしづらいっていう部分だと思います。あと、なんか地域地区、なんかいろんな丸々地域とか丸々地区とかっていうのがたくさんあって、結局何が何だかわかんないというところだと思うんですね。ただ、それをですね、今からお伝えをする解説で、クリアにしていただきたいと思います。具体的な、地域地区について、これはどういった地域ですよ、どういった地区ですよっていう風な解説は今回はしないんですけども、大まかな考え方、これをお伝えします。この考え方があると、都市計画法を勉強していく上で、どんどん頭に入りやすくなるんですね。いわゆる基本的な部分だと、思っていただければと思います。基本的な考え方ですね。ここをお伝えしていきます。まず、そもそも都市計画法って、どんな目的なのか、つまり、どんな目的でこの都市計画法が作られたのか、っていうところを解説します。これはですね、都市の健全な発展と、秩序ある整備。これが目的なんですよ。つまり、何もこれ都市計画法っていう法律がなかった場合、誰でもかんでもですね、どこかしらにこう建物バンバン建てたり、ここにビル建てたり、ここに工場建てたりっていう風なことができちゃうわけなんですよね。そうなってくると、都市の健全な発展、これ阻害されちゃうじゃないですか。また、秩序ある整備、これもできないですよね。例えば住宅の隣に大きな工場があるって、これ困りますよね。住宅の人、もう郊外でえらいことになるわけですよ。あと駅前に商業ビルとかがなくて、畑ばっかあったらどうなります？都市としてこんな全然健全な発展しないじゃないですか。やっぱり駅前には、ビルだったりとか、そういったものを建てることによって、会社をね、たくさん入れる。会社を誘致する。そのようにして、都市って発展していくわけですよね。で、ちょっと離れたところに住宅がある。で、さらに離れたところに、農地があって。で、工場地帯は、例えば海のね、近く。輸入とか輸出しやすいように、海の近くに作るとか。このように整備をしていくってことが必要になってくるわけです。これを定めているのが都市計画法なんです。で、これらを実現するために実際都市計画っていうものを立てていく、んですけども、都市計画っていうのは大きく分けて2つあるんですね。2つ。規制っていうのと誘導です。規制と誘導することによって、この目的を達成していくって話なんですね。都市計画には2つ種類があって、規制と誘導がある。これによって、都市の健全な発展と秩序ある整備を行っていくっていう話です。じゃあ、規制ってどんなものがあるかっていうと、例えば区域区分とか、例えば地域地区とか、もう皆さんが一番、悩まれるっていうのかな、覚えられないっていうね、〇〇地域、〇〇地区の部分ですね。こういったものっていうのは規制に入ってきます。これどういうことかというと、こういった地域では、こういったもの建てちゃダメだよ。こういった、高さの建物建てちゃダメだよとか、こういった種類の建物を建てちゃダメだろうっていうふうにこう規制していくわけですね。そういったものです。まあ、区域区分は市街化区域と市街化調整区域にこう分けることができるって話ですよね。市街化区域っていうのは、まあ、建物をどんどん建てていっていいですよっていう区域。市街化調整区域は、できるだけ建物を建てさせない区域っていうイメージですよね。これも一定の制限ですよね。規制です。で、もう一つ誘導っていうのがあって、誘導っていうのは例えば地区計画とか、〇〇事業。市街地開発事業とか、あと土地区画整理事業とか、まあそういったものです。こういったものっていうのは、こういった、計画を立てたりとか、こういった事業を使うことによって、そういった建物をどんどん建てていこうっていう話なんです。そういった地区にしていきましょう。まあイメージとしてはですね、前向きな計画っていうのかな。こういったところにはこういったものを建てていきましょう。ああいったものを建てていきましょうっていう前向きですよね。こっちは、こういったところにはこういったものを建てないでくださいっていう、こう消極的なイメージですね。ちょっと後ろ向きなイメージ。こういった規制と誘導を図ることによって、都市の健全な発展と秩序ある整備を行っていくって話なんです。で、今お話した、こういった区域区分とか地域地区とか地区計画とか丸々事業、これ、都市計画なんですよ。これがですね、ちょっとイメージしづらいんですよね。なんで地域地区が都市計画の中に入ってくるんだっていうふうに、私、初め思ったんですよ。これ、あくまでもこれ、何々地域とか何々地区とかっていう名前じゃないですか。なんかそれがイコール都市計画とは思えなかったんですよね。おそらくそういった方いるんじゃないですかね。これあくまでもこれ計画じゃなくて地域とか地区じゃないのって私はずっと思ってたんですね。
でもこの地域とか地区とかっていうのは都市計画の一つなんです。もうここはですね、覚えちゃった方がいいかなっていう感じですね。この区域区分も都市計画の一つ、つまり市街化区域と市街化調整区域にこう分けるっていうね、これも都市計画の一つなんだというふうにもう頭に入れちゃった方のがいいと思います。ここをもう別々に考えちゃうと逆に分からなくなっちゃうので、これはもう繋がっているんだと。都市計画の一つに区域区分があるんだ、都市計画の中の一つに地域地区があるんだ、まあ用途地域とかですよね、あとは高度地区とか、まあそういったもんですよ。そういったもの含まれてくるんだっていうところがリンクすると、ここがリンクするとちょっと一歩前進ですね、理解が深まる。でさらにもう一歩深めたいんですけども、それが何かっていうと、これらの都市計画を組み合わせて目的を実現していくって話なんです。これらの組み合わせで目的実現を図っていくんですね。ある土地がありましたと。ある土地があって、用途地域、指定されてます。例えば、ここ商業地域ですって指定しました。で、これちょっと建築基準法と関わってくるんですけども、商業地域に指定された場合、そこ住宅建てることできるんですね。商業地域って言ってるんですけども、それは商業ビルだけしか建てちゃダメだよっていう制限ではなくて、住宅を建てることもできるんです。まあ、変な話、戸建てを建てることもできるんですね、2階建ての。でも、駅前、例えば名古屋駅だったり、大阪駅だったり、東京駅とか、そんな駅前とかに、戸建てのね、2階建てが建てられたらちょっと困るわけですよ。そういった場合に、商業地域なんだけども、さらに商業地域の中の駅前のこの部分に関しては、特別用途地区を定めますっていった感じで組み合わせるんです。つまり、重ねるんですよ。例えば、ここに駅がありましたと。駅があって、この駅の周辺全部商業地域に指定しました。商業地域に指定したら、この駅の前、ここに先ほど言った通り、戸建ての建物を建てることできるけれども、この部分については、戸建て建ててほしくないと。商業ビルしか建てちゃダメだよっていうふうにしたいってなった場合、今ここには商業地域っていう一つの制限、規制がかかっています。これに重ねて、この部分に限っては特別用途地区を定める。具体的に言うと、商業ビルしか建てちゃダメだよっていう商業専用地区といった特別用途地区を定めちゃうんですね。重ねて定めちゃう。こうすることによって、ここはもう商業ビルしか建てることができないよって、することができるんです。今商業専用地区って言ったんですけども、まあこういった名前っていうのは別に市町村とか都道府県が勝手につけることができるんですね。特別用途地区の中の一つだと思ってください。特別用途地区っていうのはある地区の目的実現のために規制をしたり緩和したりする、そのための地区なんですね。今回は商業ビルしか建てちゃいけないよっていうふうに規制をさらにプラスアルファでかけたわけですね。だから特別用途地区っていうふうに言います。で、実際、都市計画で名前をね、付けるんですけども、まあ、今回は、商業専用地域って名前を付けただけです。特別用途地区ですよ。特別用途地区。だから、今この組み合わせをしたんですよ。地域地区、これを2つ組み合わせたんですね。地域地区の中の、まあ、用途地域があって、まあ、用途地域の中の商業地域ですよね。商業地域があって、商業地域の中の一部分について重ねて、特別用途地区を指定しましたよ。っていう話だから、こう組み合わせたんですよ。で、実際このように組み合わせて目的を実現していくっていうのが都市計画なんですね。だから、丸々地域の中に丸々地区がこうね、重ねて定めることができるかって、何なのって、はじめ思われるかもしれないんですけども、そうやって重ねることによって、より細かく規制をすることができるっていう話なんですね。このイメージがあると、過去問を解いて解説を読むだけでも、なかなかね、理解が進むんじゃないのかなと思います。私初めて勉強した時にこのイメージ全くなかったんで、全然意味が分かんなかったんですよ、都市計画法って。でもこのイメージができると意外とすんなり頭に入ってくるようになったんですね。なのでこの考え方ですね、これをぜひですね、頭に入れていただければと思います。まあ、あくまでもこれっていうのは基礎的な部分だから、これが試験に出るわけじゃないんですよ。試験に出ないけれども、これから過去問を勉強していくにあたって、この基礎的な知識があると、それを踏まえていろんな問題解いたりとか解説読んだりとかテキスト読んだりするわけですよね。一段と頭に入りやすくなるし、理解もしやすくなってきますんで、ぜひ参考にしていただければと思います。そして弊社レトスでは個別指導を行っております。理解をしながら学習したい、何回か受験しているけどもやっぱり理解できずに落ちちゃう、いつも合格点マイナス1点ぐらいで落ちちゃう、もうそういった方っていうのはやっぱり理解できていない方がもうほとんどなんですね。今言ったものも一つなんですけども、ちゃんと理解をしながら学習すれば、宅建は一回で合格できる資格です。
なんで、もし次の試験で絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。